はい。あの、ミヤネ屋見てましたらね。あの、このマスモトさんのことをね、結構長い尺でね、そんな大した問題でもないね、今回の文春のこと。いや、内容を見ると大変なんですよ。暴力団のことだったり過去の。でも、今までの奇跡みたいなことで、そんなに内容じゃないんだけど、これを結構扱ってるんですよ。しかも、元、 裁判官、女性の裁判官、検事さんもやられて裁判官、それ元検事さんの、私この検事さん好きなんです元検事の。結構鋭いんですよ。もう本当にあの、はっきりしてて、もうザ・検事って感じで、こんなあの、もう敵に回したら怖いなって。で、私好きなんですね、この人。で、あのー、そのお二人の見解と、まあ、戦う構図じゃないけど、やっぱり杉村太蔵さん、元国会議員の。やっぱりどちらかというと、この人は、 いや、わかんないんですよね、このことがっていう。どっちかって言ったら、まあ、タレントさん用語っていうよりも、松本さん云々っていうのこともあるけど、やっぱり、ええー、復帰してほしいっていう立ち位置ですね。で、まあ、宮根さんは、まあ、中立っていう形で、これずっと今回の文春のこととか、今まであったことをやるんだけど、今ポイントになってきてるのは何かって言ったら、訴状が届いてないと、文春に。もう、普通だったら届いてもおかしくないと。 なので、裁判官とか検事さんとか、もう専門の人に、おかしいですよねって話で、まあその訴状が届かない理由はいくつもあるっていうことです。細かいことを言っていくと、まあ内容が、この第1弾だけの想定だったが、2弾、3弾、4弾、5弾、もう6弾、7弾みたいな風になっていってるから変わっていくんじゃないか、それとも戦略的にこう引き伸ばしてるんじゃないかというのと、もう無理なんじゃない説もあるわけですよ。これちょっと無理なんじゃない。あるいは聞いてて分かったのは、 まあ、まだ、まだ、訴状が届いてなってないんだけど、戦略としては、この、裁判を引き伸ばす方法としてこういうふうにするとか、もうこんな形ではできないし、とか、いろいろあるみたいです。でも、これもまだわからないんで言っててもしょうがないです。ただ、あの、裁判のところ、スタートにはまだなっていないということですよね。まあ、私はこれ、感覚的に、裁判できないんじゃないっていうふうに思うんですが、 ここで面白かったのは、街にインタビューしてるんですね、このミヤネ屋は。で、いろんな人たちから聞いてて、いや、もう、うなんでこんなことをねあ、事実がはっきりわからないのに、こんなことっていう人もいれば若い人でも、ね。でもう、いや、はっきりこれをちゃんとわかってインタビューしてほしいとか、ちゃんとこう出てきてほしいとか、うやむやにしてほしくないっていう人もあるし、こんだけこうなってるっていうことはそうじゃないっていう考えもあるっていうふうになってて、 まあ、両方の意見をうまく校長と中立してるっていうことですね。でも、ここまで来ると、やっぱり、さすがに、もう、本人出てこないとどうにもならないんじゃないかっていうこと。結局、そこに尽きるんですけど、当たり前のことは、もう裁判官の方は、当たり前のことで別に出てきて、あの、テレビに出ないって言うからおかしくなっちゃうんで、あの、会見して出ればいいんじゃないですかって当たり前のこと言うけど、 これは本当にまともな方たちはそうかもしれないけど、まあ、私もこの元検事の方も、会見は絶対やらないっていうか、やれないっていうふうに踏んでます。やっていいこと絶対ならないんで、ここまで来ちゃうと。もう、うん。もうこれ以上、だって、こう言えばああいう、ああ言えばこう言うっていう頭の中でシミュレーションしても、決着点がもう見えちゃってるんで、どうにもならないんだったらもうここまで、ここも、ここで行くしかないし、 じゃあ、ここはもう、機械性の手っていうのはほとんどないんですよね。要は、第一弾のことにやったら、その、訴訟すること、云々ぬんは別として、もう、やったかやらないか、手出したか出さないかっていうことに尽きるんだけど、これだけ出てきて、真実相当性っていうことはもう皆さんなんか分かってきたけど、もうこれだけ出ちゃうと、もう、いや、どうかわかんないけど、 まともじゃないよな、このおじさんっていうふうに思えちゃってる印象があまりにも強くて。うん。で、杉村太蔵さんが言うには、まあそうは言っても今まで収録してるところにスポンサーもついてるし、えー、って言うけど今後ですよ。今後の展開から、もうここまではもう出ないってわかってるから、一応そこまではやるけども、今後はないよねっていう話になってくるっていうことだと思うんですね。まあ、あの、ジャニーズのことは一通り落ち着いたといえ、 やっぱりジャニーズにスポンサーがついて番組が全部打ち切るっていうことになって、これみ見そぎがやっぱり1年2年かかって、今のタレントさんは悪いわけじゃないけど、これを見てると、うかつなこと吉本工業もできないな。っていうのよりも、もうここに来て、もう次のガバナンス委員会からの吉本工業の会見を待たれる。うん。吉本工業がなんていうか、もうここに尽きるんですよ。もう吉本工業がどういうか、もうここに全てがかかってると思います。もうね、違うフェーズになっちゃった。 うん。吉本興業が松本さんをどう扱うかっていうスタンスと、ね、どういう言い訳っていうかどうするか、じゃないと他のタレントさんもどうにもなっていかないっていう現状があるんだと思います。以上です。はい、皆さん、チャンネル登録、今までありがとうございました。ね、こんな言い方すると引退するのかと思いますけど違いますよ。ね、これでもちょっと、皆さん聞いて、これでもやってないっていう人、どういうことなのかな <laughs> ここまで言っても、いや、やってないって忘れてるのか、この話が鬱っとうしいのか。 それとも嫌いなのかね。うん。教えていただければ。ね。あの、チャンネル登録した上で、うん、今までしなかったよっていうことだけど、とりあえずしたということじゃないと、えー、DM してはいけません。ねで。教えていただけると参考になる。何がいけなかったのか喋り方なのか背景なのか内容なのかお金を渡せばしてくれたのかそれはちょっといろいろな問題ができませんけど。 まあ、漫画のこともありますし、え、イベントもありますので、今後ともよろしくお願いいたします。以上です